もしもし、お兄ちゃん、猫又、聞こえる？うわ、すごい。直接フォローの中と。悪い気はしないけど、今は列車を止める計画に集中し。大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが操ってるから。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、そこからは僕の見せ場だ。うん、お兄ちゃんは列車の面。残念だけど、デッドエンドブッチャーの具体的な位置はまだわ。了解。じゃあ行動開始。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りください。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。フォローエリアの活性が変化してる。みんな気をつけてね。この異変で列車が遅れてくれるといいけど。待って、この振動やけに近くない？警告、極めて危険な個体を検出。直ちに回避してください。ビリーが言ってた化け物だ。要警戒エーテリアス、すごい迫力。線路の制御を掌握。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させ、その隙に乗車することをおすすめします。わかった、早速始めよう。ヒント、重しでスイッチを押さえ。この音、またデッドエンドブッチャーか。ううん、列車が来たみたい。早くしないと間に合わなくなっちゃう。マスター、全計画通り。マスターは、この猫又、あんたたち、にゃあ、次の目的地は車両の向こう。私だけならぎ、今、電車さん、
お願いだ電車さん。もうお兄ちゃんまで、向こうの女の子が怖がるでしょ。あの皆さん、相手に聞く前に自分、星座は双子座。そんなに細かく、ついさっき私はフォローで道に。それにしてもどうする、助けたくっても。もし私下から来るのか。んってことでいいよ。すみません。そうだ。きっと。あんたたちはどう。まあ。うん。私も。かりんちゃん。はい。よし。それ。かりんちゃん。戦闘の方もよろしく。カリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか。すみません、勘違いしていました。手伝ってくれる？これでスイッチを押さえたいの。こちらの大きなお方でしょうか。わかりました。ドアの情報を返す。残念ながら施錠機指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。岩はそこに置いといてくれたらいいから。
なんか妙じゃないか。マスター、線路のルートを再構築しました。よし、ついでにカリンを出口まで送っちゃおう。半径100メ、カリン、前方に出口がある。そこから出れば。あ、本当だな。本当にありがとうございました。調査員様のお力がなければ。それはお互い様だぞ。カリン、そのよろしければお礼に。にゃ、本気？私の時は散々で、どうやら。あとは列車の到着を待つだけだね。速度がどんどん落ちてるぞ。違う、ここはいつもの路線じゃない。総員、警戒態勢。チャンス、みんな行くよ。マスター、
まもなく列車が予定地点を通過します。依頼人ともども、この体、思ってたより落ち込まない。普段は可愛くなくて悪かった。このレマや熟練のにさって、はいはい、緊急停止ボタンも、ちっ、めんどくせえな。少しは我慢し、おい列車、この列車に積まれているのは爆薬だけじゃない。ああ隊長、上から喋るボンプが落ちてきたのですが、パールマン長官に引き渡しますか。はっ、せりゃ、何事だ、こっちだ。ここは私に任せて先に戻って。キャロットがあるから大丈夫。お兄ちゃん聞こえる？一体何があったの？何かがおかしい。お兄ちゃん、お兄ちゃんは休んでて。猫股から連絡。うんうん、たぶんでも悪い知らせ。技術的な要因か。そうだね、一番怪しいのは治安局っぽかったけど、それに猫股でも今くらいはそのボンプと接続して使う。
コーヒーの苦味は幸福の甘さを引き立てます。ぜひどうぞ。たまには一息ついて力を蓄えることも大切です。